独協大学前駅すぐにうなぎ、ふぐ料理、懐石料理、割烹の銀水があります。特にうなぎ料理には定評があり、地元だけでなく遠方からもお客様が集まる名店です。お店に入ると入り口にうなぎを入荷した産地が表示されており、国産うなぎにこだわって仕入れをしています。店主の黒瀬さんは東京の老舗うなぎ店で長年修行を積んでこの店をオープンさせました。黒瀬さんのおじいさんもお父さんも板前で、代々の教えを忠実に守って仕事をしています。基本に忠実に、妥協せずに、いろいろなお客様の満足いただけるように納得いく料理作りを心がけております。焼きは関西風の地焼き。地焼きというのは関東風と違い、蒸さずに焼く方法です。強い火で一気に焼き上げることで皮はパリッと、身はふっくらと焼き上がります。またうなぎ料理の種類も豊富で、刺身、ハム、南蛮漬けなど珍しい料理もいただけます。全国の地酒やうなぎ以外の和食のメニューも充実しています。落ち着いた雰囲気の中でゆっくりとうなぎの魅力が存分に楽しめます。